法務省の言うなりにやれば何でもいいという発想で国会議員仕事してますから、はい、国会議員実際は仕事してないんですこいつら、うん、本当にとんでもない連中で、うん、共同親権を原則とするそういう法改正だと出てましたが、これは間違いです、はい、共同親権原則しなかったんですよ。これとんでもない間違いなんです。これ実は共同親権したくなかったんです法務省は。嘘っぱちなんです。単独で親権を持つ、何としても守りたいという勢力があって、これ強力な勢力があって、これを法制審議会に左翼活動家の人たちを複数名入れたんです、はい、法務省はわざと入れたんです。普通に呼んだら両性っていうのは男性と女性という意味ですから、はい、特異な判決かなというふうに思います。ただ LGBT 法っていうのもできたから、うん、じゃあ自分の考えも正しいんだと。これ一回何でもこういうふうに出たら裁判所も困るでしょうから、国民で判断するとすっきりするかもしれないねという気がするんだけどね、うんうん、政府は8日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を原則とする民法などの改正案を閣議決定しました。改正案では養育を両親の責務と定め、親権はこの利益のために行使するものと明記、離婚後は父母どちらかの単独親権を義務付けてきた現行規定は改め、父母の同意があれば原則共同親権を認めますというニュースですが、はい、今のトレップちょっと出したままにしておいてもらえますか。こちらこれは実は間違ってるんです。さっきね、はい、この頭に来たその原則共同親権を原則とするそういう法改正だと出てましたが、これは間違いです、はい、そういう法改正じゃありません、同意があれば共同親権、つまり共同親権にしてもいいよというもので、うん、共同親権原則しなかったんですよ。これとんでもない間違いなんです。なるほど。間違いというのはですね、我々は法務省がこれをやろうとしてたんで、これっていうのは単独親権を残そうと一生懸命、うん、これ実は共同親権にしたくなかったんです法務省は、はい、でも国際情勢でこれせざるを得なくなったんで、共同親権にしましたよというアドバルーンだけを打ち上げたかった。そのために新聞も間違って、産経新聞間違ってるんですけどね。あ、そうです。産経新聞が共同親権原則する民法など改正案と言ってるんですが、これ嘘っぱちなんです。あ、共同親権も選べるという、選べるというだけなんです、うん、で選べるというのは逆に言うとどういうことかというと、裁判所の判断で単独親権にさせることができるんです。どういうことかというとね、今まで日本人の感覚では、例えば、まあ、一番多いのは母親ですね。母親が単独で親権を持つ、これがもう大多数だったんです、うん、日本の実情はね。でこれを何としても守りたいという勢力があって、これ強力な勢力があって、はい、これを法制審議会に、まあ、左翼活動家の人たちを複数名入れたんです、はい、法務省はわざと入れたんです。なぜ入れたかというと、法務省にの考え方、これをまあリードしている裁判所がですね、はい、裁判所っていうのは欧米型の共同親権に絶対してもらってくないと、うん、2つの理由があるんです。1つはこれやると裁判所の増員が必要になると。で裁判所の増員は絶対ノーなんです。あ、そうですか、はい、なんでそんな発想するかっていうと、日本では今裁判官というのは超少数エリートなんです、うん、でこれを裁判官増やすっていうのは その立場を危うくするでしょ。だから絶対やりたくないんです。これ司法改革の時も裁判所は司法サービスを充実させるために弁護士を増やしましょう、裁判官も増やすべきだ、うん、とやったんですが、最高裁だけは、いや裁判官だけは絶対増やさないと、こう言い張った役所なんです。でそれを守るために左翼活動家を利用してなんとか単独親権で生かそうという議論をしようとした。ああ、 そうですか。でも国際情勢があって共同親権というのアドバルーンだけ上げなきゃしょうがなくなった。でこういう法案になったんですが、うん、この法案の最大の問題点はこういうことです。今までの意識で慣れきっている我々は、離婚しようとするときに、離婚するときって相手嫌いになりますよね、うん、嫌いになった相手に自分の子供の影響を受けたくないというその、まあ、エゴがあるんです、はい、このエゴを実現するために絶対に共同親権嫌だというふうに言い張る人たちが必ず出てきます、うん、でこの人たちが言い張ると裁判所が決めるんですが、裁判所を決めるときにですね、子供を虐待する親は単独親権でいい、これは当たり前ですよね、はい、このために、うん、はい、ところが子供を虐待したこともなく、一度もないんですよ、一度もない父親を排除するために元配偶者に対すれば DV の恐れがあるっていうふうに主張すると、これを汲み取って、じゃああんたダメねと、うん、元配偶者に対する DV がある恐れがある場合には単独親権にできるっていう規定を設けたんです、と、うん、いうことは、じゃあもし母親側だとしたら、はい、私は
元旦那から DV 受けたことありますよみたいな主張すると状況変わるということですか、はい、これで裁判所があんたもうダメっていうふうに言う可能性があるそういう条文を作ったんです。これが骨抜き法案なんです、うん、これなるほど。この骨抜きが全然分かってないんです。新聞社も分かってないし、うん、国会議員もよく分かってない。法務省の言うなりになれば何でもいいという発想で国会議員仕事してますから、はい、国会議員実際は仕事してないんですこいつら、うん、本当にとんでもない連中で、うんはい、で、うん、実際本当なんですよこれ。本当に理解してない。でそれをまあやって、じゃあもしそうなったらどうなるかというと、単独親権になりました、はい、これまで通りあんたには子供に会わせたくないんだと、うん、じゃああなた月1回2ヶ月に1回だけ監視付きで会いなさいと裁判所がまあ言うことになります、はい、そうすると監視付き面会交流施設っていうのはこれまで通り、うん、まあ利権を維持できるんです。でこの監視付き面会交流の施設っていうのは実は裁判所の OB が作った施設なんですね。そうですか、はい、だからそういう利権も守るというその意味もあるんですね、うんうん、あの結果的には少なくとも動機であるかどうかは別として、はい、でこれはまだ法律として成立してないので、国会議員の皆さんに今一生懸命働きかけているところなんですがね、うん、いやそうですね、難しいです。国会議員の皆さんぜひよろしくお願いいたします、はいはい。同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、北海道の同性カップル3組が国に計およそ600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は14日、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するとした憲法24条1項は同性婚も保障しているとする初めての判断を示し、関連規定を違憲としました。そうですね、これ、まあ、憲法の文言ですね、条文にある文言からすると両性の合意となってて、はい、両当事者の合意とは書いてないんですよね、うん、だから札幌高裁の裁判官は自身の価値観とそれから憲法の条文のその齟齬をどうやって埋めようかと考えたと思います。それぞれ裁判官がどういう価値観を持とうか、これ自由なんですね、はい、自由なんですが、憲法の条文には一応拘束されるというわけで、うん、なかなかそのやや特異な判決かなというふうに思います。というのはね、普通に読んだら両性っていうのは男性と女性という意味ですから、はい、でもともと憲法はそういう発想で作られたと思われるんですよね、うん、でところが日本はその社会情勢が、これいい悪いの問題じゃなくて、私はそれがいいとか悪いとかいうことを言いたいんじゃなくて、憲法っていうのは世界各国で実情に合わなくなれば、うん、どん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 改正していかなきゃいけないものなんですよ、はい、国の基本法ですから当たり前ですよね、うん、安全保障環境が変わればそれに沿って日本の国を守るにはどうしたらいいか、そして社会の性に関する考え方が変わってきたら、はい、それが正しいんだったらそれに沿って憲法を変えなきゃいけない、それが本来やるべきことなんです。ところが日本の国会議員はずっと怠けてきたでしょ、はい、70年以上、はい、どのように変わろうが憲法の条文をいじったらマスコミから非難を受けるからやらないんだと、うん、自分の存在が議員としての立場が失われる可能性が非常に高くなるからやらないという、非常にその怠け者ばっかりなんですよ、日本の国会議員は。保身ですね、自己保身のためにやらないということをずっとやってきた、はい、そのために憲法解釈を変えざるを得ないということをしてきた。でおそらくですけど、はい、これはまあただの推測ですがね、高裁の裁判官は国会に任せておいても永久に憲法は変わらないと、うん、こういう価値観が正しいと裁判官は思ってんだけど、で社会もそう変わってきたような気がするけども、はい、これ気がする程度ですが、はい、気がするけれども憲法を変えようとしたら国会議員がまず発議しなきゃいけない、うん、やりっこなやつらをと、じゃあ憲法解釈を変えるしかないと考えたのかなと。なるほど、言い悪いは別ですよ、うんうんうん、私は必ずしもいいとまでは思わないけど、ただ LGBT 法というのもできたから、うん、なるほどこれ社会の考え方変わってんだと、じゃあ自分の考えも正しいんだと考えて判決を出すと、うん、そのためにまあ論理を一生懸命こう練ったのかなと。なるほど、はい、私いろんなのね数量的に分析するのが専門なんだけどさ、ええ、まあ、世界の憲法がね、今までいろんな国がどういうふうにどのくらい何回改正されたかっていうのがあってね、ええ、その改正された回数っていうのと何で決まってくるかっていうのを、はい、分析した論文が1個あるんだけどね、ええ、そしたらね日本はゼロなんだよね、でね、それやっぱり憲法上の規定がもう ほぼもう変え
えにくいっていう答えしか出てこないわけ。例えばあの3分の2であの発議してもう1回やるとかね、そういうのってね、憲法上の中の規定がもうそもそも世界と全然違ってて、それで変えにくいんだよね。でそういうふうな、ね、分析になっちゃったんだよ、正直言うと。もう困ったもんだなと思ってさ。でもさ、まああれだよね、これ一回何でもこういうふうに出たら裁判所も困るでしょうから、国民で判断するとすっきりするかもしれないねという気がするんだけどね。今おっしゃったのは、ね、憲法変えにくい、それ確かに改正の条項が非常にその変えにくい条項になってると、はい、しかし変えられないわけではないんですよ。で加えてその改正の方法自体もこれ憲法の規定ですから、これも変えることができるんですよ、うん、もちろん憲法学者の中ではこの改正の条項は変えられないんだってわけのわかんない解釈してる人もいますけどそんなはずはないんです、うん、その人間が作ったものを変えられないのそんなわけのわかんないことはありえないんですね、はい、社会の情勢に変わればだからそこを変えるだけに一点に絞ってもいいんですよ、うん、これはひとえに国会議員が怠けてるということです、うんうん、はい、それ安倍さんに言ってね、最初ちょっと突っかかったのもう猛烈に言われちゃったらしい、ね、要するに今の憲法の手続きの形を変えちゃってけしからんっていうふうにいろんな内外から言われた、内外右左両方が言われたみたいな、それはとんでもない間違いです、うん、はい、まあ分かんない時は国民が最後決めるっていうのが、まあ、一番納得するかもしれないなという気がするんだよね。でそのために憲法改正になぜかその国民投票が必要となっているん で、うん、でそれで審判を問えばいいんです、うん、それをやろうとしない人間だら本当にもうね、歳費の無駄遣いですね、はい